パッタダカルは、インドのカルナータカ州北部に立地する村。チャールキアアサの首都バーダーミの北東12キロメートル、マラプラバー川西岸に立地する。救命はケスボララ。前期チャールキアアサの最大半島チャールキアアサの首都は、バーダーミであったが、王族は、大観の都として、パッタダカルを愛し、6世紀から8世紀にかけては、チャールキアアサ。 第二な内市第三の都市として繁栄した。当初は宗教的に重要な地ではない単なる村落であったが、チャールキア・朝の王室がこの地に他よりも寺院建立を盛んに行うようになった。奇跡的に破壊を免れたパッタダカルの遺跡群は寺院都市の典型を示し、また南インド様式と北インド様式の寺院が混在することでも知られている。 寺院の力について、南インド型と北、インド型の二つの基本的な型が一つの地に見られるのは、パッタダカル以外では、バーダーミ近郊のマハークティのみであり、極めて特徴的である。パッタダカルの寺院軍は、1987年、パッタダカルの建造物軍として、国際連合教育科学文化機関世界遺産の文化遺産に登録された。 6世紀から8世紀にかけてのヒンドゥー教建築は、階段状ないし、ピラミッド型をした南部の様式と砲弾系ないし、トウモロコシ型をした北部の様式が混在し、現在、旧寺院が残っており、すべて東に向かって建てられている。また、すべて宇宙の破壊と創造を司る、芝神を祀ったものであり、遺跡では、寺院が北から南にかけて、 ほぼ年代順に並んでいる。七代目の王、ビジャヤアディティアの時代に建てられた寺院が、サンガメーシュバラ寺院である。リンガーを祀っており、屋根を階段状に水平に積み上げる、南部様式の寺院である。八代目の王、ビクラマーディティア二世は、インド半島南東部のタミル人王朝パラバ朝の、建築文化が高水準であることに感銘を受け、 建築家軍団を招兵して、南インドの横領各地から、石膏や彫刻家たちを多数招いて、パッタダカルに、多くのヒンドゥー寺院を建設した。この王には、二人の姉妹の日がおり、姉が建てた、ローケーシュバラ寺院は、ビルーパーク社寺院に、妹の建てた、トゥライローケーシュバラ寺院は、マリカールジュナ寺院に、それぞれ碑文によって否定されており、このことは、 建築様式の面からも確かめられている。また、姉の建てた寺院の方が、妹の寺院よりも、古いことが判明している。三画面朱原寺院を含む、これら三寺院はいずれも、林画を祀っており、根流者の名に、芝を意味するイーシュバラの語を付して呼称される。寺院に根流者の名を付するのは、比較的一般的なことであったものと考えられる。 ビルーパーク社寺院ビマーナの手前に列中楼に囲まれたマンダパがあり、その三方に入り口のポーチが設けられている中でもパッタダカルで最大規模を誇るビルーパーク社寺院は8世紀にパラバチョとの戦いに勝利して凱旋をしたビクラマーディティア2世の栄光を記念するため王廣岡マハーデービーの命で造営され、軍団が設計を担当した寺院である。当時は 上述のお通り王妃の名より、老ュバ原寺院と呼ばれた。石でできた壮大な寺院の壁には、悪魔を退散させる、無数の芝心像が彫刻されており、三段構造の、ビマーナが戦勝を記念して、寺院軍の中にそびえる。寺院正面には、芝神に仕えるオウシナンディンの像がある。マリカールジュナ寺院は、ビルーパーク社寺院をやや小規模にしたもので、 やはり王の戦勝記念に、妹の第二王妃が造営したと言われている。いずれも屋根は、水平層を、階段状に積み重ねる形式になっている。王妃たちが建てた陣は、パラバ町のカーンチプラムの寺院軍の影響を強く、受けた南部の様式によって建てられ、共にカーンチのカイラーサナータ寺院の影響が見て取れる。これら南部様式の陣は、 後のラーシュトラクータ長期に作られたエローラ第16靴のカイラーサナータ寺院にも影響を与えたことで知られる。パーパナータ寺院寺院群と離れたところに単独で立地する。北インドの様式。北インドの様式に属する寺院には、カラガナータ寺院、カーシービシュワナータ寺院、ジャンブリンダ寺院、カダシデーシュワラ寺院があり、後の北インド様式に、 特徴的な主からに似た塔を伴う。これらは、上述の三寺院と隣接して建てられている。これらとは、離れた場所に、単独で建てられたのが、パーパナータ寺院であり、北インドの様式に属する。この寺院は、交渉たちによって、柱や天井、壁面にいっぱいに、マハーバーラタや、ラーマーヤナなどの題材が彫られていることで知られる。 天井に彫刻を施したのは前期チャールキアーサの建築が発令である。北部様式の諸寺院を比較すると、パーパナータ寺院では建築の大きさに比較して、力が貧弱であるのに対し、他の寺院では大きな力が強調されており、とりわけカーシービシュアナータ寺院の力は大変立派なものである。北部様式の諸寺院も、 また、いずれも8世紀の建築である。パッタダカル寺院群他に、南北療養式混在の寺院もあり、このことは、まだ療養式が完全には確立、文化しておらず、また、チャールキア朝歴代の王が、インド各地から交渉を集めていたことを意味していると、される。755年、この地方を、約2世紀にわたって支配してきた、チャールキア朝も、 自らの風神であったラーシュトラクータ朝によって滅ぼされてしまった。それはパッタダカルに続々とヒンドゥー寺院が建設されたわずか10年後のことであった。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。